ございます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。元気ですね。はい、やってるよ今日は。本日こちらはどちらでしょうか。はい、こちらはですね、山陽さんの、はい、実はもう東京本社の方に来ておりまして、はい、これ実は今日はですね、この4月下旬に登場する予定の、はい、スーパー海物語 in Japan 2、はい、2です2ですね、2ですね、はい、こちらの方ですね、はい、面白おかしくではないですが、ちょっと実機を交えながらですね、紹介していきたいなと。なるほど。いうふうに思っております。そうですね、はい、まだホールにはない、まだないですからね。まだないです。そうですね、我々が初めて、はい、配信しますね。なるほど、はい、いや、いいですね。ちょっと気合も入ってきますね。いいですね、はいはい、ということですので、ちょっとこれから詳細の方を皆さんにお届けしたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。全部の都道府県はないんですね、さすがに。全部あったらもうぐちゃぐちゃですよ。いや、全部あって欲しかったですね。まあまあ、だから関東地方、ああこれですね、うん、東北、北海道とかそういう地区で置かれてるんですか。そうですね、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州。これちょうどね、今スペシャルアイマリンタイム入ってますね。いわゆる RTC。ああ、うん、そうですね。まあ、今回アイマリンちゃんがメインで、ああ、めっちゃ踊ってるね。可愛いですよね、うん。この時に当たるとスペシャル魚群が流れるんですかね、これ。ほら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 ね。ちょっとチャンスね。うん、これ開けないとね。ステップアップ。あ、リーチしましたね。お、お、よし。ああ、泡ですか。さすがのガイさん。あ、でも、おうおう。あ、これ当たったやつだ。豪華絢爛。これ熱いんじゃないですか。うん、かなり。なんかちょっと金テイストですよね、うん、これ当たったやつでしたね、うん、でもスペシャル魚群来てないのね、来てないけど。あ、いくよ。これ来んの。あ、ちょっとバイブ来た。バイブバイブになった。バイブ、何これ。ちょっと角張ってるよ、うん、これでどうどう。あ、当たった当たった当たった。 RTC 中に当たりました。すごいね、これ。魚群じゃないみたいな。宝石みたいな。なんか宝石、宝石やみたいな。やっぱ進化してますからね。ああ、進化してますね、うん。まあ一回で見事当たりましたね。あ、ふすまチャンス。これでクラッシュすれば。確変ね。なるほど。うん、おー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 。来たやつ。来ました。ああ。ああ。確変昇格。今マリーちゃん映ったの。まあもう海にはいないんですけどね。もうこの絵はね。もう海じゃないからね。うんうん、この絵はね。でもね、今後ろはね、海なんですよ。うんうん。これはジャパンモード。これジャパンモード。ジャパンモード。あとはお祭りモード。お祭りモード。あとは通常の海モードがある。海モードですね。いいと思いますね。まあこれまだね、発売されてない機械をね、出してもらってますからね。ちょっと我々もまだ、うん、ちょっとわかんないですね。わかんないところいっぱいあるんですけどね。はい、1で天杯。ふすま。ふすまがワリンちゃん出てきました。ワリンちゃんね。もうこの時点でね、もうタッチしちゃいます。ここももう魚群、もう海じゃないんでね。
海じゃないでしょ。海じゃない、海じゃないんで、はい、当たりました。サクサク当たりますね、これ。マリン、ワリン、ウリンで、うん、そうね。なるほど、これでまた10ラウンドですか。10ラウンドですね。まあ、ウィミドル初の決定ティーパチンコなんて。そうなんですね。決定が2つあるんです。新しい規則のウィミドル、うん、最初の台です ね、 ですね。あと前回と違うのが突角がなくなって、はいはい、ランクアップボーナス、突角がなくなってランクアップボーナスが搭載されたっていう。お、まあ、ちょっと突角で出玉がない時ね、ありましたからね。おお、これ金、金、あ、もうこれ保留連ですよ、うん、当たり確定ですよ、うん、ここも温泉ですからね、別府温泉、ほら、あ、でも奥が海ですね、うん、押します。ああー、鳴ったよ、この音、いいね、白魚群、ほら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 、え、今ご当地魚群じゃない、まあ、明太子来た、明太子ちょっとあったよ。嘘、激アツだね、うん、今魚群の中になんかご当地キャラがいた、出てくるかもしれない、なんだこれは、あ、これ出てくるんじゃないですか、これまたこの襖が赤い襖、ツル来た、なります。おー、魚群です。ダブル転廃からの1、ああ、え、おお、走る、あ、走るよ、おお、これはなんだ、この絵はなんだ、マックスする、マックス10、まあ10ラウンドってことですね、10ラウンド確定ってことですかね、うん、10ラウンドなの、10ラウンドのランクアップボーナス、ああ、なるほど、でマックスってもう出てたんで、おそらくもう10ラウンド行っちゃうんじゃないかな、行っちゃうと。お祭りチャンスに突入しました。お祭りチャンスに行くとスピードアップ。これ何、これ、あ、早い、え、これ知らないよ、俺、え、めっちゃ早い、こんなの初めて見たことない、何これ、早すぎでしょ、これ、これはちょっと尋常じゃないです。お祭りチャンスになるとスクロールも速くなるってことですかね。ああ、なるほど。ランクアップボーナス後はこうやって消化が速くなるでしょ。なるほど。ランクアップボーナス後は次の当たりまでが。へえ。お、なんかピコンピコン鳴ったよ。何？あ、いいの？宮城いいの？鹿？あ？鹿コーン。おお、三。おお。え？普通にリーチ見たかったな。これは富士山。富士山ですね。富士山で。富士山。あ、タッチ。どう。当たりました。でもなんかさっきの速いやつ体感しちゃうと、うん、ちょっとなんか遅く感じますね、うん。これが普通なんですけどね。これがノーマル、これで襖が確変終わったやつですね、これ。お、これなんだ、これ、みこなんだ、これみこしじゃないか、泡を、え、ノーマルで当たってくれちゃうパターン、うん、おお、終わったやつですね、これ確変ね、分かんないですよ、これ昇格する可能性ありますから、うん、私打っていきますね。今度はお祭りモードで打っていきます。ちょっと強くない？打つ。ああ、ちょっと右に強く打ちすぎ？ああ、強いの好きなんですか？これやっとかないといけないかな。強いのは好きなんですけど、あ、これ九州地方にしよう。まあ親分は九州出身ですからね。九州出身ですから、もう問答無用で九州にしました、ね。九州どこですか？
じゃそれはちょっとね、個人情報、個人情報いいんじゃないの、剣ぐらいまでそれはちょっとね、勘弁してほしいですね。実際多分ホールに出たらこのモードで遊ぶお客様の方が多いんじゃないかなと思いますけどね。ああ、私はあのシンプルなやつが好きですけどね。海モード、海モード。でもこうせっかくご当地があるんで、まあまあそこもちょっと演出的には楽しみたいから、ご当地、ご当地打ちますね、ジャパンモード、ジャパンだったらね。あ、結構保留玉の変化ありますね。あ、それちょっと見たいな、うん、ほらほら、これ暑いんじゃないですか、花火打ち上げ。お、これ暑いんじゃないですか、これは期待できますね。列、これ暑いでしょ絶対。列って何ですかね、列花火大会。あ、来た、海魚くん、これいただきましたね。おい、今タイミング、今タイミングよく押した時になるっていうね、なりましたね。もう花火大会だ、暑いんだこれ。花火大会になったらもう、あー、暑いんですよ、ね、これ。九州のどこだろうこれ、博多、いや博多福岡県じゃないですか、違います。お、あ、いきなり来た。ノーマルで当たっちゃうパターン、これ。あ、お、みこしが出ました、みこし。ウリンさん来ましたよ、ウリンさん。熱いんじゃないですか、俺マリン。どういうこと、あ、ダブルリーチだから、あ、うん、来るよね、そら。下動いてますもん、もう貝が動いてますもん。あ、これはいただきましたね、1で、うん、これします。切り替えられません、方言出玉始まるよ。これ新しいんじゃないですか、これね。こんな綺麗な幅辺があるっけよ、岩手か、なるほど。あ、千葉ですね、これ。千葉ね、アジサイね、うん。青森ですね、これ、リンゴなんで。青森ですね。うん、モッサン。モッサンのとこですね。モッサンのとこですね。もう一回ちょっとこれ、続きが見たいな。ただ、保留玉が、結構変わるパターンが多そうですね。まだ変わってないんですけどね。なんかちょっと変わったやつみたいですね。あ、おお、何これ、3、4、1番じゃないこれ。これがあれですか、ランクアップボーナスですね。突角じゃないランクアップボーナスという、アタッカー、ちゃんと出玉があってランクアップしていく、あ、突角みたいな。あ、まあまあ2ラウンドからですね、まあ、うん。これだって新しいですもんね。うん、突角だったら出玉ほとんどないですからね、今までの。そしてまたさっきの早いあれに行くんですよ。ああ、行くってことですね、うん、ん、ああ2ラウンドだな今のね。2ラウンドだったけどお祭りチャンスに入って、次が早いですね。ああ、早い早い早い、これこれこれ、ポンポンポン、うん、ポンポンポンっていきますから、うん、早い、これは早いな。でもいや、だからこれで魚群も速かったら面白いですよね。魚群もね、もうピッと魚群早みたいなえ、今の魚群、うん、っていうぐらいのやつにしてほしい。あ、なんかこれさっき加藤さん、ね、あ、これね、当たったパターンですよこれ。来た来た来た、みんな早い、みんな早い。あ、しかも3段、あ、おお、そこ当たりですね。あ、魚群来た。はい、魚群来た。魚群はいつもの今スピードでしたね。魚群、もうちょっと速くしてほしいな。あ、
打ち上がったよ。あ、8やん。あ、またやばいな、さっき外しちゃうでしょ、これやばいな。あ、当たっちゃったパターンね。うん、当たっちゃった。あ、8か。まあでもね、海って結構昇格するパターンありますから。 ありますね。また方言出玉にしますよ。方言出玉、方言出玉ハマってますね、うん、あ、終わった。チャンス、ここでね昇格するパターンもありますけどね、今回はしないということでね。それでは早速ですが始めていきましょう、はい、スーパー海物語 in Japan 2ビンゴ対決。しゃー、やるよ。はい、なんと本日山陽さんのご好意で、グッズを頂戴できるということで、そちらの後ろの方に、ね、これが欲しいから来た。そうですね、めっちゃ気になる、並べさせていただいてるんですけれども、でもこれもこのクッションも、はい、ボールペンとかも、ね、なかなか見たことがない。これ財布でしょ、でかくない、ね、これ財布じゃないですか、これが財布じゃないですか、これ。こうやって、ああいいです ね、それね、ですね。ところがですね、こちらのグッズですね、はい、それぞれ1個ずつしか用意されてないということで、残念ながらですね、お一人様しか手に入れることができないと。勝ったら総取りってことですね。そうですね。じゃあ今から何するんですか。柔道する。喧嘩いや、すいません、そういう暴力で解決するというようなことはやっておりません。違うんですね、寝技練習してるの、はい。せっかくですから、今回発売になるですね、スーパー海物語 in Japan 2を使いまして、はい、対決をしていただきたいと思います。ルールは簡単でございます、はい、今ですね、こちらのホワイトボードの方にですね、9マスございます、はい、こちらにですねそれぞれ数字を記入していただきます、はい、その数字はですねこちらの実況を今から打っていただくんですけれども、うん、当たる数字をですね、予想していただきまして、はいはい、その当たる数字が 一直線に揃いましたら、勝ちですね、ビンゴということで、うん、勝ちとなります。では早速どうぞ、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、真ん中何を書くかですよね。そうですね。じゃあこれで大丈夫です。1、2、4つ。あ、4。あ、そうだ、ごめん。あ、じゃあそうですね。はい、あ、これ反則ですね。もう私の勝ちです。そうですね。失礼しました。はい。ということで、お二人にはご記入いただきました。はい、最初にワンラインビンゴをさせた方が勝ちという形になります。はいはい、5分で。片付けましょう。5分でね。早いですね。はい、やりますよ。ということで、じゃあお席の方に。はい、じゃあもう、はい、それではお二人に着席いただきまして、勝負の方を始めていきたいと思いますが、準備の方はよろしいですか。はい、大丈夫です。OK です。それではビンゴ対決スタートー。もうすぐ当てますからね。でもこれ当たった回数じゃなくて当たった番号が大事だから。そうですね、すぐ終わらないですよね。すぐ5がね、意外と当たるんですよ。5がイノシシ、シカ、エビが、青タン、はい、ダブルリーチ。嘘、ただあまりこう熱くないかもしれない。あ、当たったよ。え、早いよ。真ん中、カンちゃんずっぽし。マジで、ね、リーチは結構来るんだけどな。あ、2か。あ、逆来ましたよ。お、なぜそんな前兆は。2で2、おい、2でいいですよ。2で当たりですね。まあ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 、いいとこですね。こちらですね、うん、おい、リーチ、
目が炎。あ、熱いんじゃない。熱いし、これ。お、でも、おめでとうございます。走れ、走れ。あ、最終の。え、あ、三つ。おめでとうございます。いいじゃん。バイ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 。あ、六当たりです。おめでとうございます。おおおおおしかも4で当たりですか。いや、格変だよ、格変ねえ。あ、なるほど。あ、でも再始動してるんですか、これは。いきなり来たね、でも。あ、走るんじゃない。走るかもよ、これ。なるほど、格変で。うん、走るでしょ。やばいやばい。はい、魚くん。だから5だよ、それ5。よし、再始動。来た。あ、1だ。1、おめでとうございます。まあまあ、リーチだ。リーチでございます。やばい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 。なんでこうなった。これで3一発。はい、そうですね。積もればですね。なんでこうなった。当たればビンゴでございます。あ、降臨。あ、こっちや。あ、これダメですよね。これダメですね。これは向こうですよね、ランクアップ。あ、やばい、祭りボーナスーマジか。え、また祭り楽だ。お祭りチャンス中のリーチは濃厚、濃厚。あはははは、嘘、すごいね。え、こんな狙っても無理やし、もうビンゴでいいでしょ逆に。あー、きついなー。あ、来たよ。来た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 。お、チャンスですよ、これは。あ、いいの。はい、しか。はい、ちょー、お、ちょー、お、6、ガイさん、ガイさんも6でリーチがかかっておりますが、余分来ない。ただ6だとちょっとビンゴにはならないですよね。あー、しゃー、あー、魚群だー、魚群来たよ。まあ、これは当たるは当たるんですけど、どっちで当たるかって話ですね。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。戻った。終了ですね。はい、終了。これはごめん。結果発表。今回はですね、かなりの激闘を重ねましたけれども、最後は親分さんの勝利ということで、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。ね、最後ね、はい、面白かったですね。そうですね。僕は戻りましたもんね。戻りましたからね。そうですね。はい、敵の私も応援しましたから。聞こえましたね。当たって当たってくれって。そうですね。多分編集ではだいぶカットされると思うんですけれども、長かったですよこれ。だいぶ長かった。実際は長かった。実際は長い。ということでね、終わったら12回引いてますからね。そうですね。私が6回。見事勝利ということで、はい、サイオンさんからのプレゼントを獲得となりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらプレゼントをお持ち帰りになってどうなさりますか。はい、そうですね、これは早速この後のお昼ご飯で使おうかなと。あ、なるほど。ラーメン気に入って安くなってますね、はい、なるほど。前お箸でね、はい、ラーメン食べたいなということで、なるほど、ね。こちらの方を、お持ち帰りいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは今回の、スーパー海物語 in Japan 2なんですけれども、はい、こちらの方は、キコーナーさんの方では。そうですね、あの全国一斉で4月下旬ですね、はい、ホールさんの方にあの登場する予定ですので。なるほど。当社ですね、キコーナーグループもですね、各店導入していきたいなっていうふうには考えておりますんで、はい、そうですね、はい、結構面白かったですからね。面白かったですね。あのランクアップボーナスがやっぱり、そうですね、あの突角じゃないっていうかね、はい、ちゃんとこう、はい、出玉取れるっていうのは良かった。ドキドキしますね。そうですね、はい、はい、またその後電柱サポート時であれば、そうですね、あの早いんでね、早い消化が、はい、あれはやっぱり素晴らしいなと。なんか打ってて、はい、いいバランスでしたね。そうですね、テンポよくね来ましたんで。4月下旬ですね、はい、全国各ホールに登場する予定でございます、はい、そうですね。皆さんコーナーも入るよ、はい、とコーナーも入りますよと。そうですね、はい、楽しみにしてください。ですので、皆様お近くの、
貴公の各店の方へ、はい、遊びにお待ちします。はい、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。